天候を自由に変えられるとしたら、ミッドナイトの諸君は何をするだろうか。遡ること約1050年前の970年頃、平安時代の日本。ここに安倍晴明という天才陰陽師がいた。当時の天皇が体調を崩すとお祓いですぐに治したり、国が干ばつに襲われると雨を降らせて救ったり、彼が呪文を唱えると不吉な出来事はほとんど解決したという。国の数々の困難を救ってきた晴明、彼の出生をたどると、ただの人間ではないことが分かったんだ。ミッドナイトムーン。まどもわぜ、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ、you know。 闇人形もヤミリですわ。愚かな人間どもの怯えた顔コレクションを使った個展を開きたい今日この頃ですわ。悪趣味の極みみたいな個展開くんじゃない。さて、今夜お話しするのは平安時代に日本で活躍した天才陰陽師安倍晴明について。その人並み外れた能力から様々な逸話が残っている人物なんだぞ、you know。 カエルが犠牲に。遡ること約1050年前、平安時代の日本。一つの出来事が今昔物語集に記されている。その日、晴明が式神を使えると聞いた公家や僧侶がその能力を見たいと集まっていた。あなたは式神を使えるそうですね。式神で人を殺すことはできますか。集まった一人がそう問いかけると、晴明はこう答えた。そう簡単には殺せませんが、力を入れればできると思います。さらに晴明はこう付け足した。虫なんかは少し力を入れれば必ず殺せますよ。ただ無駄に殺生の罪を犯すようなことはしません。しかし、晴明の能力を見てみたいクゲラにとって罪かどうかは関係なかった。晴明の回答に納得しなかったクゲの一人が、庭を跳ねているカエルを指さしてこう言った。それなら、あそこのカエルを殺してみてください。晴明は罪作りのことをと言いながら、足元の葉を摘み取った。葉を手にした晴明は何か呪文を唱え始め、その葉をカエルの方に投げる。そして投げた葉がカエルの上にふわりと乗ると、カエルがぺちゃんこに潰れたんだ。ただの葉が乗っただけでカエルが潰れるわけがない。それなのに晴明は直接カエルに触れることなくカエルを殺してしまったんだ。それを見た途端、公家や僧侶の顔色は真っ青に。安倍の晴明の力は本物だったんだ。この一件以来、公家や僧侶たちは晴明のことを恐れるようになった。そしてこの後、晴明はある人物の命を救うことでその名声をさらに高めることとなるんだ。こらこら、ミリに自爆攻撃させるんじゃない。晴明が命を救うこととなる人物、それは時の最高権力者だったんだぞ。道長の命を救った晴明。遡ること約1000年前の1019年、京都市左京区。当時の最高権力者であった藤原道長は、自身が建立した北条寺に白い犬を連れて毎日参拝していた。ある日、道長がいつものように門に入ろうとすると、連れていた白い犬がうなって道長の前に立ちはだかった。まるでここを通るなというかのように。しかも道長が犬を避けて門を通ろうとすると、犬は道長の服の裾に噛みついてまで必死に引き止めようとするではないか。どうしたんだ、いつもはこんなことしないではないか。道長が呼び出した人物こそ安倍晴明だ。現場に到着した晴明は早速占い始め、道長に結果を告げた。道長様を呪う者が道に埋められています。ここに入ると不吉なことが起こります。道長は晴明にその埋まっているものを見せるように指示。呪具が埋まっている場所を占った晴明はある場所を指さした。そして晴明が指し示した場所に埋まっていたものは、道長を呪うための呪具。まさに晴明が占った通りだったんだ。出てきたのは2枚の土器を合わせて黄色い紙で十字に縛ったもの。そして土器の中には何もなく、そこにただ赤く一文字が記されていた。この事故を知っているのは私だけのはず。土の中から現れた呪具を見た晴明は動揺した。そして少し考えた後、一つの可能性を見出したんだ。これはもしや足跡道満の仕業か。まさかまさかの裸の大将の仕業でしたのね。裸の大将は芦屋雁之助だから。なんでそこまで詳しいんだ、ヤミリ君。芦屋道満は晴明のライバルと言われる陰陽師なんだ。
生命は懐から白い紙を取り出し呪文を唱えた。すると不思議なことに白い紙はシロサギと変わり空高く飛び立っていったんだ。生命は弟子に命令してシロサギの後を追わせた。そしてしばらくするとシロサギは一軒の古びた屋敷に降り立った。中にいたのはドーマンではなく一人の老い坊主。なぜ道長様を呪った？問い詰められた老い坊主はこう答えた。藤原の秋光様に落とされてやっただけなんです。藤原の秋光はこの何年か前に藤原の道長との権力争いに敗れた後恨みを募らせていた男だ。呪術で道長を殺めようとしたが名もなき老坊主ごときでは安倍の生命の前では無力だった。そして藤原の秋光はこの件がバレたことで京の都を追放されることとなったんだ。これまで話したように数々の奇跡を見せてきた最強の陰陽師安倍の生命もこの後生涯最大のピンチを迎える。彼を追い詰めた人物、それは宿敵芦屋道満だ。赤い狐と緑の狸、キノコの山とタケノコの里、生命と道満、まさに因縁の対決ですわ。その通り。この後安倍の生命と芦屋道満による命を懸けたリアル呪術回戦が幕を開けるんだぞ。You know? ライバル道満との最終決戦。さまざまな伝説の中で正義の生命、悪の道満とライバルとして描かれている2人。その結末は金烏玉兎集に書かれている。962年、生命は中国へ3年間留学することになった。生命は妻である李佳を日本に残して旅立つのだが、なんと生命が中国で修行している間に道満と李佳が恋仲になってしまうんだ。道満の目的は生命が中国での修行で得た陰陽道の奥義書金烏玉兎集。道満は言葉巧みに李佳を騙して協力させ、生命が留守にしている間に金烏玉兎集をこっそりと盗み見たんだ。金烏玉兎集を読んだ道満が生命に金烏玉兎集を授かったと嘘をつく。すると生命は金烏玉兎集をお前が持っているはずがないと主張。当たり前だ。金烏玉兎集は生命が3年間の修行を通してやっと手に入れた奥義書。生命は道満が手に入れられるわけがないと考えたんだ。予想通りの反応ににやりと満足げに笑う道満。そこで道満は生命にある賭け事を提案する。その内容は道満が金烏玉兎集を持っていたら生命の首をはねるというもの。そして生命はその賭けに応じてしまったんだ。お前の負けだ。懐から金烏玉兎集を取り出した道満は賭け通り生命の首をはねた。実は道満は李佳の協力を得て金烏玉兎集を盗み見た時にこうなることを予想して書を書き写していたんだ。あっけなさすぎますわ。なんでこんなくだらない賭け事におのりになられたのかしら。本当に天才陰陽師と思えないあっけない最後と言いたいところだが、まだまだ生命の伝説は続くんだ。生命の死後ある人物が来日した。その人物は生命に金烏玉兎集を授けた師匠白道商人。白道商人は生命の骨を拾い集めて術をかけたんだ。生命を生き返らせる術を。蘇生に成功した白道商人は生命と共に道満の元へ向かった。二人の目的はもちろん復讐。白道商人は道満に生命はいるかと尋ねた。道満は危機として答えたという。かつてここにいたが首を切られて死んだんだ。白道商人はすかさずこう答えた。そんなはずはない。私は先ほど彼に会った。道満からしたらそんなわけがない。だって生命は自分の手で首をはねてやったんだから。道満は自信満々にこう言った。ありえない。もし生命が生きていたらこの首を差し上げよう。それを聞いた白道商人は先ほど蘇生した生命を道満に見せた。つまり道満が賭けに負けたんだ。自分が提案した賭けが原因で首をはねられた道満。いかにもお約束の展開だと思ったミッドナイトもいるんじゃないだろうか。実はこの話にはもう一つエピソードがあるんだ。それはこの著者が安倍の生命本人だという説があること。金烏玉兎集の著者は不明とされているが、生き返った生命が自分で書いたのではないかという噂があるんだぞ。本当に術で生き返ったんですの？それとも安倍の生命は不死身なんですの？どうだろうね。生命が書いたという説は信憑性が低いと言われているけれど、そうかもしれないと思わせるような伝説が生命にはあるんだぞ。 You know? クズの葉伝説。話は生命の父安倍の安名に移る。安名は父の代に没落した家の再興を願い、泉の国にある篠田の森クズの稲荷神社にお参りするのが日課だった。
そんなある日のこと、ヤスナがいつも通り神社を訪れると、一匹の白狐が狩人に襲われていた。ヤスナはその白狐を助けるが、助ける時に傷を負って倒れてしまう。そこに現れたのが、クズノハと名乗る若い女性。クズノハはヤスナを解放し、家まで送り届けてくれたんだ。その後もヤスナを何度も見舞ったという。やがてヤスナとクズノハは心が通じ合い、夫婦になり子を授かった。子供も生まれ、平穏で幸せな日々を送っている二人だったが、その幸せは長くは続かなかった。子供が5歳を迎えた年、クズノハは庭に咲く美しい菊に心を奪われていた。だから気づかなかったんだ。我が子に声をかけられるまで。母さんから尻尾が生えてる。クズノハが驚いて振り返った時には遅かった。クズノハの背中には綺麗な白いキツネの尾が生えていたんだ。そう、クズノハの正体はヤスナに助けられた白キツネだったんだ。正体がバレたクズノハは子を置いて泣く泣くシノダの森へ帰っていった。ミッドナイトの諸君はもう分かったかな。稲荷大明神の使いであるクズノハとヤスナの間に生まれた子供が後の阿部の生命というわけだ。陰陽道の天才の母が神の使いの白キツネ。できすぎな気もするが、本当だったらロマンがあるんだぞ。そして父とされているヤスナもまた伝説上の人物とされているんだ。出生から死後まで伝説になっている阿部の生命。阿部の生命は一体何者だったんだろうか。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。死んでよ、死んでよ。おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。